2番サード高橋周平、プレイヤーレイチャンネル。玉は伸びゆく永遠にいただきへ周平、さらなる高み行け周平周平。はいどうも、始まりましたレイチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、2020年シリーズ2ベスト9タイトルホルダーの高橋周平選手を、はい、もうね、待ちに待って待ちました。本当に、まあ、もう周平さん使いたくてしょうがなかったんですよ。でね、まあね、昨日のね、ちょっとね、ライブ配信ね、まだ見てないよっていう方はね、アーカイブ残ってありますので、ちょっとね、見といてほしいんですよ。特に最後の方ですね、もう感動のフィナーレでしたから、周平さん獲得について。うん。なんでね、もしよかったら見てやってください。はい、というところで、今回の動画なんですけど、まあ、高橋周平選手を、ご紹介していきます。で、レイチャンネルなんですけど、リアタイガチオーダーの2番サードで、高橋周平選手を、もうね、かれこれもう、ね、どうだろう。約10ヶ月間、もうすぐで1年ですよ、周平さん、使い続けて。うん、使ってるわけなんですよ。もうね、代打も出しません。守備起用じゃないですからね、周平さんは。うん、なんで今回は、そんなね、レイチャンネルが愛してやまない高橋周平選手を、強さっていうのをね、10分間にまとめて、はい、お届けしたいなというふうに思います。もうね、この動画見たらね、もう皆さんが、もう全国民の 92.8% の人が、高橋周平選手を使いたい、そう思ってもらえるようなね、動画にしておりますので、もしよかったらね、見てやってください。じゃあね、まずね、軽くね、能力の方だけ見ておきましょう。はい、ベスト9タイトルホルダーっていうこともあって、能力もね、プラス1されてるのかな、ということで、ミートが78で、デフォルト型パワーが70の B に乗ってます。これかっこいい。うん、でね、ごめんなさい、称号がね、僕 A ランクずっと自チーム中日で引いてるんですけど、全く出ないんですよ。うん、なんで今後ね、称号チャレンジの方して、なんとかミート A に乗せるようなね、こともやっていきたいかなというふうに思います。はい、で、弾道がですね、ラインドライブです。で、ラインドライブに関しても、本当にね、強いんですよ。まあ、糸井選手だったり、まあ、僕も使ってる鳥谷選手もね、ラインドライブなんですけど、まあ、意外とね、ラインドライブってホームラン打てるんですよね。はい、そしてですね、周平さんといえばですよ。はい、この守備ですよね、やっぱり。まあね、現実世界でもね、高橋周平選手はね、よくね、守備とかで、チームを助けてますよね。もう、すごいですよね。僕ね、ピッチャーしかやったことないんで、ちょっとね、気持ちがわかんないんですけど、サードとかで、めちゃくちゃ速い打球取るじゃないですか。もう僕だったらね、ちびってね、避けますもん。うん、嘘です。はい。はい、そしてですね、特殊能力の方が超固め打ち20丸、広角打法を、走塁というところで、まあ、固め打ちに関して言えば、まあ、1打席目が発動しないというところで、ちょっと弱いですね。だけどね、まあ、広角打法を持ってますので、やっぱり広角打法のね、広角信者の方いますか？はい、これ定期ですね。はい、で、3つ目がね、走塁なんですけど、これいずれね、阿部日とかチャンスに変わってくれないかなーってね、ちょっと期待してます。周平選手ってそんな走塁うまかったでしたっけ？まあ、あれなんですけどね、この走塁も意外と強くて、周平選手がランナー1塁にいるときに、例えばね、3番の、ローズ選手、タフィーローズ選手ですね、僕が、右中間に、長打打ちましたと。そしたらね、1塁ランナーから、走力 C なのにホームまで帰ってくるんですよ。これ結構ね、大会とかでも助けてもらってるので、これまあまあまあそれなりに強いですよね。まあでも打撃のね、能力ね、せっかくならついてほしいかなというふうに思います。はい、じゃあね、今回はですね、若き竜の主将、高橋周平選手をね、ランク戦で、もう使いたくてしょうがない。はい、じゃあ使っていきたい、いこうかなというふうに思います。で、応援歌の方なんですけど、周平選手はね、もう変わらず、レイチャンネルのね、テーマソングとなっております、尾崎裕哉選手のグローリーデイズで行かさせていただきます。はい、じゃあね、ランク戦やっていきましょう。あごー！はい、相手ピッチャーは和田剛選手です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。というところでですね、今回の動画はですね、高橋周平選手、はい、スピリッツ3600の周平選手のデビュー戦です。もうね、2番サードで入れてますので、ちょっとね、頑張ってね、打っていきましょう。A ランクの和田選手というところでね、なんかちょっと逆に打てなさそうなんですけど、まずはギーちゃんでね、球筋の方をまずは見極めていきたいかなというふうに思います。いや、もうマジでね、皆さんね、周平選手強いですので、ね、サードでね、まだね、困ってる方がいらっしゃいましたら、周平選手ぜひ、来ますよ。ちょ、集中しますよ。行きますよ。マジで今日、固め打ちも発動させますから。はい、強っ！待って、鬼強い！ちょっと待って、集中します。オッケーオッケーオッケー。絶対ホームラン打つ。
オッケー。さあ変化量マイナス1ですよ。絶対スピリッツ3600なんで集中。オッケーオッケーオッケー。さあ2ボール1ストライクバッティングカウント、ここホームラン。いやオッケーオッケーオッケー。いやめっちゃ力んでる、やばい。うん、周平さん力みすぎ、リラックスリラックスリラックス。あい、あ流したかった、もっと流したかったんですけど、周平選手ね、あのね、マジでうちはバットピクピク、タフィーピクピク、ローズピクピク、ミートカーソルピクピクやったりましょう。あのね、周平選手ね、マジでバッティングフォームね、僕ね、マッチしてるんですよね。なんもね、めちゃくちゃ打ちやすい、本当に。これ、固め打ち発動するんでね、なんとか2打席目まで回したいですね。あのね、もう、広角持ってるんで、ぶっちゃけやれちゃうんですよね。能力そんなに高くないですけど、あのね、3600の吉野部さんが来ても、意外とやれてましたんで、はい、これがピクピクタフ、ピクピクバットピクピク打法です。もうね、ピクピクも強いね。いや、打線が、4番バース、お尻、おっきっ。あーバースのお尻が大きいからヒットになるんです。ナイスバッティング、ね、頑張っていっていきましょう。さあバッター丸選手ですね。いや、やだ、え、うわー。はい、じゃあね、守備の方頑張ってやっていくんですけど、高橋周平選手のね、守備をね、ちょっと皆さんにねお見せしたい。マジで守備うまいですか。あ、相手の方あれですね、これおそらくこれソフトバンク純正の方ですね。うん、いいですね、いいですね。マジでね、守備うまいんで、本当にちょっとね、あの引っ張ってほしいですね、ゴリゴリに。じゃあね、ちょっとね、頑張っていきましょう。で、皆さんね、もうすぐね、あ、もうすぐじゃないわ、周平選手ってキャプテンじゃないですか、竜のキャプテン。うん、でね、キャプテンって、ね、皆さんどういう風に考えてますか。僕ね、キャプテンはね、2種類あると思うんですよ。あ、大まかに分けたら。うん。一つ目がですね、こうね、声とかコミュニケーションを活かして、こう、チームを盛り上げていくキャプテン。うん。そしてですね、もう一つがですね、こう、プレイとか、あんまり多くは語らないんだけど、プレイとかで引っ張っていく、キャプテン。でね、周平選手はどっちかというと、後者だと思うんですよね。うん。なんかね、テレビのね、取材の番組とかね、見たことあるんですけど、結構ね、僕の思った感じですよ。うん。これあくまで僕の意見なんですけど、周平選手ちょっとなんていうのかな、若干シャイボーイではないですけど、なんかそういうイメージがあるんですよね。でもね、やっぱりね、こう自分でもなんかね、背中で語っていくタイプだっていう風に言ってたん、おっしゃってたんで、だからね、まあ今後もね、ちょっとね、周平選手の動きにね、注目ですね。はい、じゃあ頑張ってみましょう。サードボール行かないかな。サード、はい、うまい、めちゃくちゃうまくなってる、本当に周平さん守備うまい。ちょっと無理がありますね。はい、じゃあ頑張ってみましょう。でね、皆さんね、あ、やばい、ミスった。こういう時やっちゃいかんよ。今日周平さんのデビュー戦だから、しっかりとした勝利をね、捧げましょう。はい。で、日本代表もありますよね。日本代表もあると思うんですけど、東京オリンピック。うん。こちらのね、オリンピック代表に、サードで、周平さん選ばれてもいいと思うんですよね。うん、なんでかっていうと、やっぱね、ああいう海外のピッチャーに、の、球って結構動くじゃないですか。ツーシーム系のボールだったりとか。ああいうボールに、こう、対応できるバッターも必要だと思うんですよ。でね、あとね、やっぱさ、周平さんは、現実世界でも守備が上手いですから、こう、守備でね、流れを作ることって、やっぱり現実世界もね、大事なんですよ。うん、そう考えたら、周平さんは、日本代表に全然選ばれてもおかしくはないんじゃないかなっていうふうに思いますよね。もちろんね、サードはね、強打者が多いので、ちょっとね、何やってんの、バース。Every day I listen to my heart。 お尻大きすぎる、ちょっと待って待って、タイムタイムって、TTT、 ちょっと待って、ちょっと待って、今守備の話をしてたところでバースさんがね、まさかのキャッチボールができないパターンのバースさんになっちゃいましたね。うわ、あんなの初めて見たんですけど、僕初めて。頼むわ、バースさん。お尻おっきいんやから。はい、じゃあ、バッターバレンティン選手ですね。頑張って抑えていきましょう。うん、だから守備って大事なんですよ、本当に。今見たら分かると思うんですけど、これでだってホームラン打たれたら逆転ですからね。うん。流れ悪いですから、今、完全に。うん。じゃあ、ここちょっとフォークいきましょうか。サード、どんどん寄せして。サード、オッケー、ナイスボール。はい、じゃあね、なんとか2打席目の周平選手まで回したいんで、ここら辺ちょっとね、集中して打っていきたい。うん、ちょっと集中して抑えていきましょうか。オッケー。あぶねー、今のね、周平選手だったら取っててました。絶対取ってる。うん、自信があります、今のは。うん、頑張ろう。よいしょ、オッケー、これで絶対回ってくる。よーし。皆さん、固め打ちが発動する周平選手、ちゃんと見せますので。代打、草野さん、大好き、手芸いっちゃが、おー。
はい、じゃあピッチャー誰ですかこれ。待って、ピッチャー何、フォーク、ストレート、こんな、なるほどね、本当にソフトバンク純正いいですね、やっぱ純正は、うん、僕もね最近中日純正で、ランク戦をね何試合かやったんで、おい草野さんがつおいなに強い回しましょう、うん、いや見せた、まあまあまあいいんですよ、今日はね周平さんの回で固め打ちついてくれよ。まあでもね、固め打ちつかなくても広角つかなくても打てるんだ、強いんだっていうところを見せます。ホームラン打ちます、集中します。よし OK、 いやいけた、ミスった、ずれたな今の。あーごめんなさい、嫉妬打っちゃった。いいっすよね、またはい、連発企画達成です。ファインプレーに関しては今度ねライブ配信で必ずお見せいたしますので、うん、今日ローさん、ちょっとローさんじゃないから今日は、うん、今日連発はもういいんでなんか最近連発するの多くないですか。まあいいや。というところでね、皆さんこれからも周平選手よろしくお願いいたします。それでは皆さん、さよなら、バイ。